ようございます。ダイスチャンネル、ダイスです。今回は妖怪ウォッチプニプニ遊んでいきます。イベント新しくなりましたね。歌舞伎ロイド、まさに晴れ舞台よ。なんだか派手なのいますね。俺のところまで来られたらいいものやろうということで、6月の旧イベントの追加でマップ次に行けるようになってます。あやかし通りの人、あやかし通りの人、ボスの歌舞伎ロイドを倒すと梅雨コインを落とすことがあるよ。梅雨コイン、なんかカエルのマーク可愛かった。歌舞伎ロイドや梅雨キュービーなどレアな妖怪も出現するから、どんどんガシャロー。あれ、歌舞伎ロイドガシャにも出現するようになってるんですね。これは引きたい歌舞伎ロイドに対してのダメージアップがナンダ竜王、ダメージダウンナンダ竜王と、効果賞には潜伏関白もいますね。早速歌舞伎ロイドまで進めていこうと思います。いくぞ、レッツゴー。到着しました。ではボス50のところに歌舞伎ロイド発見。待っておったぞ、これでヤクザも揃ったな。必殺技で反撃してきます。さらに貯めた技ゲージを減らしてきます。俺を倒せたら梅雨コインをやらんでもない。見事ノーコンティニューが確率がアップする。いざ勝負。いいよー、まずい禁止種族がいる。勇ましい豪傑ニョロロンだったんで変えてきました。これでいてみよう。歌舞伎ロイド、いよー。赤鬼、梅雨キュービーナンタリュウを潜伏完伏、覚醒メラメライオンにしてきました。まずは必殺技だよね。ためろためろ。こうなんかボスの HP ゲージが気になってしまう。おお、なんか一歩前に来て肩回してる気がする。攻撃力アップつける。赤鬼攻撃力アップつける。潜伏完璧でダメージカット、サミダレザーザレインする。なんだ竜王技かける、ボーナスいけるのかい。なんか反撃があるからどうなんだろう。反撃どれくらい入っちゃうんだろう。おお大丈夫だった。もうちょい、もうちょい、お母さん回しに来る。サミダレザーザーレインで決まるかな、それとももうちょっとこれでやってった方がいいかな。あ、普通にフィニッシュできました。倒せた。はい、梅雨コインは大経験値玉だ。初クリアボーナスは神経験値玉です。どれくらいの感じで梅雨コイン落ちるんでしょうね。で次は歌舞伎ロイドゲットしたいのでガシャ回していきたいと思います。ガシャガシャ、ちょっとミッションもらっちゃいましょう。受け取り、梅雨コイン1個受け取りできました。これで、ガシャのところに行くと多分梅雨ガシャにコイン入ってると思うので、コインで回す梅雨コイン1個回してみます。歌舞伎ロイドや梅雨キュービーが出るかもしれない特別なコイン、お願い。特別なコインなのに、あ、赤だ。あ、しかも払わせる。ランク B、 うわー厳しい。マネーで回しちゃいます。歌舞伎ロイド欲しいね。うわー、あーじゃなくてこう、歌舞伎ロイドじゃなくてあーだこう。ランク SS に歌舞伎ロイド追加されてました。うん、欲しいいいよ。オレ流、これがオレ流の水流、上がりますね。必殺技はこれどれくらい出てるんだろう。確率的にはなんかアップしてる？大丈夫？C
しわくちゃん。あ、びっくりしちゃった。アートコーダーだ。あーじゃなくて、こうレベルが5以上になっちゃった。まだ257あるから。厳しくないですか？青2回なんか最近なかった感じだったんだけどな。青2回お願い。赤かー。もう青でも赤でもあーだこうだなんですけど。あーだこうだ言っちゃうもんね。おー、びっくりした。今枝がいたから来るかと思った。マッサムね、お願い。もうそろそろね、欲しいな。違うね、惜しいっしょ。笑えませんね。金来なかったらちょっと笑えないですよね。赤だよ。あ、雪女だ。雪んこシャーベットはかなりねレベルが上がってきました。だ、え、大丈夫かな、出ない。いや出るよね。うん、信じないと腹はシェルだよ。信じないとなんだけど、そろ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 来るでしょ。そろそろお願い。応募がプランク A、 違う、欲しいのはランク SS。 ランク SS です。出て金に変わってほしい。払わせる。ちょっと薄めで見てたらあれかな、出やすいかな。薄めで薄めで薄めで、あ、お願い、来い来い。あ、違う、しわくちゃんだ。薄めもダメだ。恐ろしわしわが出てきてもらいました。必殺技上がります。薄め、あ、来た、薄め来た。何何、来る来る、カブクロイド絶王子持ってるよね。また薄め、薄め作戦だ。薄めが効くかもしれない。薄め、赤だよ。俺流だよ。でもランク A だよ。 薄めしとこ。あ、そろそろ、んー、ちょっと気になるけど、これこれ来たー。薄め来たー。え、来い。あら、梅雨休日。サミダレザーサレインレベル2。カブキロイド。薄め、カブキロイド。赤だー。爆音鳴らし。まだレベル6ならなかったですね。お願い。今なんかちょっと薄めにしてから2回目ぐらいできてる。薄め。赤だった。お、でもランク S だ。フンモザルゲットしました。薄め作戦がいい？もしかして薄めガランドゥ。技が上がっていく。ちょっと薄めはダメだったらもう海岸海岸払わせるだ。バン、あ、違う、バンじゃない。海岸赤だよー。ガランドゥ厳しいね、厳しい。でも欲しいな。お願い、赤だよー。ランク A 最高潮、最高フィーバーが。レベルかなり高くなってきてるけど、まだレベル6じゃ間に合わないんだ。大ダラボッチー。なんか今出てきてる組はレベルが5ぐらいになってるのが悲しいよね。きたー、カブキロイド、来い来い。あ、オリジン、アートミックスターがレベル3。えぇ、お願いお願い。今までの感じだと薄めの方が出てるんだよ。どういう見方をしてるんだろう。もうなんかお願いします、お願いします。魔法像、雪女だね。ただならぬ、うーん、ウィスパー金持ってきて。
お願い、かなり回してるよ。キンキン、しまくっちゃう。しまくっちゃう。生命のおしろいで進化はするけど、うーま、ダークフォースがだいぶレベル5も半分以上になってる。レベル5も半分以上か。お願い、甘かだよ。ロボがパサ切れてる。カッパーブレード、なんかみんな必殺技が上がってきますね。そうじゃないんだけどな。お願い、カブキロイド、あ、お願い、お願い、お願い。あ、びっくりしたよ。コロンブスの変気だ。嬉しいんだけどね。でも違うんだよ、あれお金ないだ、カブキロイドなんだよ。ランク SS なんだよ。もうちょい、もうちょい。爆音鳴らし、音を感じるよね。パラリラパラリラ、違うんだって。パラリラパラリラじゃなくてランク SS だって。バン、マンマミーラ、うおー、金が来ない。お願いします。お金ないだ、泣け出しのコマンダー上がるね、来てるね。そろそろなんかワイマネーが、ワイマネーが怪しい。カイム、カイムも結構出たんですよね、結構出たんですよ。レベル5かなり引いたからっていうのもあるんだけどね。マサ、マサムネ、みんなレベル5っぽい。なんかみんなレベル5ぐらいになってる。お願いします。大ザラぼっち、やっぱりなんかみんなレベル5ぐらいになってる。お願いしますよ。金来い、金、赤だよ。先駆けのすけ、切り込みチーパン、これもレベル5だよ。必殺技アップ、あ、終わっちゃう。ラスト、ワイマネー赤で、カッパかい。はい、結果カブキロイド出ませんでした。つゆがさ、恋もワイマネもやってみたんですけどね、またランク SS カブキロイド目指して出現率もアップしてるんで、ここで引きたいと思います。ワイマネ貯めます。はい、ということで最後まで見ていただいてありがとうございました。まだの方はチャンネルのご登録、高評価、コメントをお待ちしてます。今日も元気に過ごしましょう。すっごい欲しいね。それではまた。 See you!